ました。はい、なんか改めましてこんばんは、ありがとうございます。今日は来ていただきまして、なんかいつもっていうか、ここで今まで去年の9月と12月とやらせていただいた時は大勢でやってたので、わしゃわしゃとこう早くあれやってこれやってとかって言いながらやってたんですけど、うわ静かになるとすごいね緊張感増しますね。一人でいるとすごい緊張もしますが、結構自由にやれるかなという気がしています。でちょっと座りますね。よいしょ、座ります。今日のはタイトルが、VV アパートメント別館メッセンテ城の部屋というタイトルがついてるんですけど、簡単に説明すると、この VV アパートメントというのは、これからボイスボイスが朗読ライブを継続的にやっていく時の、商品名というか、そういうことでつけました。でちょっとこっちだったかな、よいしょ。その VV アパートメントの設定っていうのが、1000のお部屋があるアパートなんですけど、そこに1000の住人が住んでいて、その住人が自分のそれぞれの部屋で朗読をするというようなコンセプトを作っています。で、私の場合はその住人ではなくて別館の住人ということで、メセンテ城という名前がついているんですが、それはポッドキャストでやっているパリコのメセンテという番組があるんですが、そちらの方でこういう朗読をしたいなとか、この本いいなっていうおすすめの本を紹介しているので、その本を、こちらの方で全部じゃないですけど読ませていただくっていうのをコンセプトにしたので、メセンテ城の部屋というような形にしております。で今日はですね、2作品読ませていただきますけれども、最初のお話は、谷崎潤一郎の姿勢というお話です。で谷崎潤一郎はここでライブを始める時から店長の山森さんに一回谷崎を読んでと言っていただいていて、それまで実は谷崎を読んだことがなくてですね、で改めてちょっとそう言われてこう読めそうな短編などを探して読んでみてたんですが、ちょっと変わった人ですよね変わった人と言っていいのかわからないけど、で今回読む姿勢、漢字で入れ墨と書きますけど、文献によると違う作品が処女作品らしいんですが、彼が言うにはこれが彼の処女作品らしいです。で、読んだことある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、彫り物師のちょっと屈折した愛のお話です。でちょっとやっぱ昔の話なので、漢字を見てるとわかるんですけど、耳で聞くとちょっとわかりづらい言葉なんかも多いかと思うんですけど、それにしてもやっぱり文体がすごく美しいので、なんていうの、話の内容と文体がすごく違うというか交錯してる感じが私はしたんですけども、なんかちょっと分かりづらい部分もあるかと思いますが、そこは雰囲気でこんな感じかなと妄想をしながら聞いていただけたらいいかなと思います。でも好きにしていただいていいので、軽い感じで聞いていただければと思います。はい、では始めます。姿勢、谷崎潤一郎。それはまだ人々が愚かという尊い徳を持っていて、世の中が今のように激しくきしみ合わない自分であった。殿様や若旦那ののどかな顔が曇らぬように、御殿女中や花魁の笑いの種が尽きぬようにと、饒舌を売るお茶坊主だの、宝冠だのという職業が立派に存在していけたほど、世間がのんびりしていた自分であった。当時の芝居でも草造しては、すべて美しいものは強者であり、醜いものは弱者であった。誰も彼もこぞって美しからんと勤めた挙句は、天品の体へ絵の具をつぎ込むまでになった。高烈な
あるいは絢爛な線と色とがその頃の人々の肌に踊った。馬道を通うお客は見事な彫り物のあるカゴかきを選んで乗った。吉原、辰巳の女も美しい彫り物の男に惚れた。幕府と鳶の者はもとより町人からまれには侍なども入れ墨をした。清吉という若い彫り物師の腕利きがあった。浅草の茶利文、松島町の八平、金金次郎などにも劣らぬ名手であるともてはやされて、何十人の人の肌は彼の絵筆の下にぬめじとなって広げられた。清吉は奇形な構図と妖艶な線とで名を知られた。元豊国国貞の風を慕って浮世絵師の都政をしていただけに、彫り物師に堕落してからの清吉にもさすが絵描きらしい良心と栄冠とが残っていた。彼の心を引きつけるほどの皮膚と骨組みとを持つ人でなければ彼の彫り物をあがなうわけにはいかなかった。たまたま描いてもらえるとしても一切の構図と費用とを彼の望むがままにして、その上耐え難い針先の苦痛を一月も二月もこらえねばならなかった。この若い彫り物師の心には人知らぬ快楽と宿願とが潜んでいた。彼が人々の肌を針で突き刺す時、深紅に血を含んで膨れ上がる肉のうずきに耐えかねて、大抵の男は苦しきうめき声を発したが、そのうめき声が激しければ激しいほど彼は不思議に言い難き愉快を感じるのであった。彫り物のうちでもことに痛いと言われる朱彫り、ぼかし彫り、それを用いることを彼はことさら喜んだ。一日平均五、六百本の針に刺されて、色あげを良くするため湯へ使って出てくる人は皆半死半生の体で清吉の足元に打ち倒れたまま、しばらくは身動きさえもできなかった。その無残な姿をいつも清吉は冷ややかに眺めて、さぞお痛みでしょうなと言いながら心よさそうに笑っている。育児のない男などがまるで乳母の苦しみのように口をゆがめ、歯を食いしばり、ヒーヒーと悲鳴を上げることがあると、彼は、お前さんも江戸っ子だ、辛抱しなさい、この清吉の針はとびきりに痛えのだから、こう言って涙に潤む男の顔を横目で見ながら構わず掘っていった。また我慢強い者がぐっと肝を据えて眉一つしかめずこらえていると、うん、お前さんは見かけによらねえ突っ張り者だ、だが見なさい、今にそろそろうずき出してどうにもこうにもたまらねえようになろうからと白い歯を見せて笑った。彼の年来の宿願は高貴ある美女の肌を得てそれへ己の魂を彫り込むことであった。その女の素質と要望とについてはいろいろの注文があった。ただに美しい顔、美しい肌とのみでは彼はなかなか満足することができなかった。江戸中の色町に名を響かせた女という女を調べても彼の気分にかなった味わいと調子とは容易に見つからなかった。
まだ見ぬ人の姿形を心に描いて、三年四年は虚しく憧れながらも、彼はなおその願いを捨てずにいた。ちょうど四年目の夏のとある夕べ、深川の料理屋平瀬の前を通りかかった時、彼はふと門口に待っているカゴのすだれの陰から真っ白な女の素足のこぼれているのに気がついた。鋭い彼の目には、人間の足はその顔と同じように複雑な表情を持って映った。その女の足は彼にとっては尊き肉の宝玉であった。親指から起こって小指に終わる繊細な五本の指の整い方、江ノ島の海辺で取れる薄紅色の貝にも劣らぬ爪の色合い、玉のようなキリスの丸み、清冽な岩間の水が絶えず足元を洗うかと疑われる皮膚の潤沢、この足こそはやがて男の生き地に肥え太り、男のむくろを踏みつける足であった。この足を持つ女こそは、彼が長年尋ねあぐんだ女の中の女であろうと思われた。清吉は踊り立つ胸を押さえて、その人の顔が見たさにカゴの後を追いかけたが、二三丁行くともうその影は見えなかった。清吉の憧れ心地が激しき恋に変わって、その年も暮れ、五年目の春も半ば追い込んだある日の朝であった。庭の裏木戸を大人う気配がして、袖垣の陰からついぞ見慣れぬ小娘が入ってきた。それは清吉がなじみの辰巳の芸妓からよこされた使いのものであった。姉さんからこの羽織を親方へお渡しして、何か裏地へ絵模様を描いてくださるようにお頼み申せって、と娘は右近の風呂敷をほどいて、中から女羽織と一通の手紙とを取り出した。その手紙には羽織のことをくれぐれも頼んだ末に、使いの娘は近々に私の妹分としてお座敷へ出るはずゆえ、私のことも忘れずにこの子も引き立ててやってくださいとしたためてやった。どうも見覚えのねえ顔だと思ったが、それじゃお前はこの頃こっちへ来なすったのか。こう言って清吉はしげしげと娘の姿を見守った。年頃はようよう十六か七かと思われたが、その娘の顔は不思議にも長い月日を色里に暮らして幾十人の男の魂をもてあそんだ年間のようにものすごく整っていた。それは国中の罪と宝との流れ込む都の中で、何十年の昔から生き変わり死に変わった見目麗しい多くの男女の夢の数々から生まれいずべき器量であった。お前は去年の6月ごろ平瀬から籠で帰ったことがあろうがな。こう尋ねながら、清吉は娘を縁へかけさせて、ビンゴ表の台に乗った高貴な素足を司祭に眺めた。ええ、あの時分ならまだお父さんが生きていたから平瀬へもたびたび参りましたのさ、と娘は奇妙な質問に笑って答えた。ちょうどこれで足掛け五年、俺はお前を待っていた。顔を見るのは初めてだが、
お前の足には覚えがある。お前に見せてやりたいものがあるから、上がってゆっくり遊んでゆくがいい。と清吉は、いとまを告げて帰ろうとする娘の手を取って、大川の水に臨む二階座敷へ案内した後、巻物を取り出して娘の前に繰り広げた。それは、いにしえの暴君、中央の張飛、馬騎を描いた絵であった。瑠璃珊瑚を散りばめた金冠の重さに得たえぬなよやかな体を、くったり高欄にもたれて、羅両の木曽を膝端の中段に翻し、右手に大杯を掲げながら、今しも定然に敬せられんとする、生贄の男を眺めている妃の風情といい、鉄の鎖で獅子を道中へ結いつけられ、最後の運命を待ち構えつつ、妃の前に頭をうなだれ、目を閉じた男の顔色といい、ものすごいまでに巧みに描かれていた。娘はしばらくこの奇怪な絵の表を見入っていたが、知らず知らずその瞳は輝き、その唇は震えた。怪しくもその顔はだんだんと妃の顔に似通ってきた。娘はそこに隠れたる真の己を見出した。この絵にはお前の心が映っておるぞ。こう言って清吉は心よげに笑いながら娘の顔を覗き込んだ。どうしてこんな恐ろしいもの私にお見せなさるのです、と娘は青ざめた額をもたげていった。この絵の女はお前なのだ。この女の血がお前の体に混じっているはずだ。こう言って清吉は娘の顔と寸分たがわぬ画面の女を指さした。故障だから早くその絵をしまってください、と娘は誘惑を避けるがごとく画面に背いて畳の上へ突っ伏したが、やがて再び唇をわななかした。館、白状します。私はお前さんのお察し通り、その絵の女のような性分を持っていますのさ。だからもう堪忍してそれを引っ込めておくんなさい。そんな卑怯なことを言わずと、もっとよくこの絵を見るがいい。それを恐ろしがるのも、まあ、今のうちだろうよ。こういった清吉の顔にはいつもの意地の悪い笑いが漂っていた。しかし娘のつむりは容易に上がらなかった。親方、どうか私を返しておくれ、と幾度か繰り返した。まあ待ちなさい、俺がお前を立派な器量の女にしてやるから、と言いながら清吉は何気なく娘のそばに近寄った。彼の懐にはかつてオランダ医からもらった麻酔剤の瓶が忍ばせてやった。日はうららかに川もおいて、八畳の座敷は燃えるように照った。水面から反射する光線が無心に眠る娘の顔や障子の髪に金色の波紋を描いて震えていた。部屋の仕切りを立て切って彫り物の道具を手にした清吉は
しばらくはただうっとりとして座っているばかりであった。彼は今初めて女の妙想をしみじみ味わうことができた。その動かぬ顔に相対して10年100年この一室に正座するともなお開くことを知るまいと思われた。清吉は正常な人間の皮膚を自分の恋で彩ろうとするのであった。やがて彼は左手で絵筆の方を娘の背に寝かせ、その上から右手で針を刺していった。若い彫り物師の心は墨汁の中に溶けて皮膚ににじんだ。焼酎に混ぜて彫り込む琉球酒の一滴一滴は彼の命の滴りであった。彼はそこに我が魂の色を見た。好きな対岸の年寄屋敷の上にかかって夢のような光が沿岸一帯の家々の座敷に流れ込む頃には彫り物はまだ半分も出来上がらず、清吉は一心にろうそくの芯をかきたてていた。一点の色を注ぎ込むのも彼にとっては容易な技でなかった。刺す針抜く針の度ごとに深い吐息をついて自分の心が刺されるように感じた。針の跡は次第に巨大なジョロウグモの形を備え始めて、再び夜がしらしらとしらみ染めた時分にはこの不思議な魔性の動物は八本の足を伸ばしつつ背一面にわだかまった。春の夜は上り下りの川船の路越えに明け放たれて家々のいらかがきらめく頃、清吉はしばらく絵筆を置いて娘の背に彫り込まれた雲の形を眺めていた。その彫り物こそは彼が命の全てである。その仕事を成し終えた後の彼の心はうつろであった。二つの人影はそのままややしばらく動かなかった。そうして低くかすれた声が部屋の四壁に震えて聞こえた。俺はお前を本当の美しい女にするために織物の中へ俺の魂を打ち込んだのだ。もう今からは日本国中にお前に勝る女はいない。お前はもう今までのような臆病な心は持っていないのだ。男という男は皆お前の肥やしになるのだ。その言葉が通じたか、かすかに糸のようなうめき声が女の唇に上った。娘は次第に知覚を回復してきた。重く引き入れては重く引き出す片息に雲の足は生きるがごとく前動した。苦しかった。体を雲が抱きしめておるのだから。こう言われて娘は細く無意味な目を開いた。その瞳は夕月の光を増すようにだんだんと輝いて男の顔に照った。親方、早く私に背中の彫り物を見せておくれ。
お前さんの命をもらった代わりに私はさぞ美しくなったろうね。娘の言葉は夢のようであったが、しかしその調子にはどこか鋭い力がこもっていた。まあこれから湯殿へ行って色上げをするのだ。苦しかろうがちっと我慢をしな。と清吉は耳元へ口を寄せていたわるようにささやいた。美しくさえなるのならどんなにでも辛抱してみせましょうと娘は身内の痛みを抑えて強いて微笑んだ。はあ、湯がしみて苦しいこと。親方、五条だから私を売っちゃって二階へ行って待っていておくれ。私はこんな惨めなざまを男に見られるのは悔しいから。娘は湯上がりの体を拭いもあえず、いたわる清吉の手を突きのけて激しい苦痛に流しの板の前へ身を投げたまま、うなされるごとくにうめいた。吉がいじみた髪が悩ましげにその頬へ乱れた。女の背後には兄弟が立てかけてあった。真っ白な足の裏が二つその面へ映っていた。およそ半時ばかり経って女は洗い髪を両肩へ滑らせ、身じまいを整えて上がってきた。そして苦しみの影も止まらぬ晴れやかな眉を張って、弾丸にもたれながらおぼろにかすむ大空を仰いだ。親方、私はもう今までのような臆病な心をさらりと捨ててしまいました。お前さんは真っ先に私の肥やしになったんだね。と女は剣のような瞳を輝かした。その耳には外科の声が響いていた。帰る前にもう一遍その織物を見せてくれ。清吉はこう言った。女は黙ってうなずいて肌を塗った。折から朝日が織物の表に差して、女の背中は散乱。谷崎潤一郎、姿勢でした。ありがとうございました。ちょっと、まあ、なんというかっていう感じでしょうか。ちょっと入れ墨を彫ったことはないので分かりませんが、なんとなくでもこれを読んで私は彫ってみたいと思わないですが、彫り物をする人の気持ちってどんな感じなんだろうって。そして自分の好きな女にその彫り物を彫るだけ彫って別れてしまう、なんかそのものすごい愛情の深さみたいなものを感じて読んでみました。皆さんどうだったでしょうか。どうもありがとうございました。じゃあちょっと10分ぐらい休憩をして、次のお話を読もうと思います。次のお話の方がもう少し長いので、お手洗いとかお飲み物とか追加をしてください。ありがとうございました。ゆっくりしてください。